しょ。FEC チューンド 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 FEC チューンド。さあ始まりました、 FEC チューンド木曜日担当のメガネロックエです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、今週の共通テーマのネタの方のお題が前半上半期上半期ということで、早速言い間違えましたけど、まあ、上半期思い出がちょっと1個ありまして、3月ぐらいなんですけど、今僕ちょっと T シャツ着けてるんですけど、ワンピースランというイベントが、チャタンの方でありまして、それのワンピースラン単発のちょっとアルバイトに行きまして、でこのアルバイトの内容っていうのが、まあ、ランナーの方がですね、こう走っていくんですけど、ワンピースのこう世界観を感じながらこう5キロぐらいの短いコースをマラソンしていくんですけど、その途中のコースで海軍の格好になってまして、僕が海のエリアなんですけど、まあ海軍になってこのランナーの方に水をかけるっていう、海軍で水をかけるっていうアルバイトがありまして、でそれ参加しまして、でこうみんな海軍のね格好、ちゃんとコスプレが用意されてて、それつけてこうみんな大きい水鉄砲を持って、で準備してて、矢倉とか組んでるんで、そこにこう立ってこう走るランナーの方にこう水をかけていくっていう流れなんですけど、当日いろんなこうランナーの方来られるんですけど、そのランナーもなんかちょっとちっちゃい水鉄砲を持ってて、でそれでこう掛け合うみたいな、でも僕ら大きいので勝てないみたいな、こうちょっとわーってみんな盛り上がるんですよ。でこう楽しいな楽しいなって言ったら、このランナーがこう走っていくんですけど、4回ぐらいに分けて走るみたいで、結構ひっきりなしでガン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 このランナーの方が来て掛け合いって、で結構砂場なんで足場も悪くて、この追っかけっことかちっちゃい子多いとするんで、結構体力的にもきつくなってきて、でそれをだいたい 4,5 時間やるんですよ。長いじゃないですか。 4,5 時間やるんですけど、もうそれだいたい2時間過ぎたぐらいに、まあ結構まばらに来てたんですけど、団体で来られて、こうランナーがバッて来て、で真ん中に背のちっちゃいなんかちょっと仕切ってるおばさんみたいなのがいて、でこの仕切ってるおばさんが行くぞみたいになったら、みんながウォーってなって、でこうバーってもう僕らに向かってくるわけですよ。でも大体もうその2時間過ぎたら僕らも慣れてきて、もうこいつら簡単に濡らせるなと思って、こうみんなこうやってバーって掛け合いしてたら、そのなんか行くぞって言ってたこのリーダー格のねおばちゃんが矢倉の後ろに回り込んできて、僕のケツにずっと水かけてくるんですよ。チャッチャチャッチャチャッチャやって水かけてきて、でも2時間経って俺も疲れてきてイライラしてきて、俺このばあさん濡らそうやったと思って、濡らそうと思って、このでかいねこの水鉄砲でブワッてこのババアだけを集中的に狙うんですよ。で10分間このババアとの掛け合いが始めるんですよ。したらこのババアも意外と砂場で足場悪いのに逃げるんですよ。ババ超逃げて、なんだこの野郎と思って、ずっとこうやってバーって掛け合いしてて、で10分かけてようやくそのおばさんびしょびしょにできたんですよ。よっしゃこら見たものかっつって、でもまたずっとこのかけてくるから、俺は周知なくずっとかけ続けてたら、そのおばさんがやめろって言った時に気づいたんですけど、ルフィのせいの田中真由美さんでした。声聞いて分かったんだ。声聞いて分かったんですけど、ルフィの声優の田中真由美さんと僕は10分間掛け合いをしてたっていう。島に心の中で僕ババアって言っちゃってましたから。でこのみんなそこで、あ、ルフィって俺なんか卑怯な技使うんだと思って、こんな、でも一応戦えて、わーってもう次のコースもあるからバーって行かれて、でわすごいっつって、田中真由美さんだったんだと思って興奮してて、で全部終わりまして、まあ、最後エンディングみたいなのがあって、そこでこのステージがあるんですよ、別のところで。ステージがあって、そこでこのワンピースの自転車の方も何名か走ってたらしくて、でそれでなんか最後感想で、今回のワンピースランどうでしたかみたいな聞いたら、その田中真由美さんが一言、海軍のメガネがすげえ腹立ったぞって言ったんですよ。っていう思い出があったっていう話でした。どうもありがとうございました。メガネロック大家の木曜ジュングリー。
さあ始まりました、メガネロックの木曜ジュングリでございます。ちょっといつもよりオープニング長めだったんですけども、あどうしてもこの話をしたかったので僕は本当に意外なね、うん、こんなことがあるのかっていうのがあったんですけど、まあそんなこんなでやっておりますけども、この木曜ジュングリはですね、僕メガネロック基本的におしゃべりさせていただきますが、毎週 FEC 僕ら所属しております沖縄のお笑い事務所演芸集団 FEC の若手ゲストがこう毎回一組一組変わる変わる登場するジュングリジュングリ登場することからメガネロックへの木曜ジュングリとなっております。そして今夜登場してくださるゲストがこの方、スインチママさんです。お久しぶりです。先ほどもねちょっと僕のネタ帳にいい感じで愛の手を入れていただきまして、うんうん、面白かったびっくりしました。田中真弓さんだったんですよ。みたいな。だからさっきなんか打ち合わせの時に言わなかったんだ。言わなかった。あまりなんかこう必要以上に聞くなオーラ出してたんだ。そうそうそう、もう田中真弓さんっていうオチがね、うん、すごいすごいだなんかこのいろいろ行こうとしたんですけど、うん、Facebook、Twitter で探したんですけど、うん、どちらもされてないみたいで、うん、なかなかちょっとちゃんとした挨拶ができてないんですけど、うんね、会った時にあの腹立った海軍のメガネですって言えば、うんうん、すぐ伝わるっていう、うんうん、ドキドキ感があるんだよね。まあ、こんな感じでやってますけども、この番組はですねツイキャスからも、放送しておりまして、現在生配信しておりまして、コメントもじゃんじゃん来ております。皆さんこんばんはと、こんばんはいただいてたりとか、待ってたよと中田猫さんいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、あいろいろ来てますね。生着替え僕ちょっとさっきワンピースの服着けてたんですけど、うんうん、それから普通の服に着替えたりとか、ね、あとペーターさんがルフィの正体見たりとルフィ濡らしちゃった。シュプリームさんすんげー落ちって本当に本当にいろいろ来てますけど、この後ね、まあ、メールテーマも発表しますけども、はい、皆さんからコメントお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンの方にもホームページに再生ボタンがありますので、そちらの方からも視聴できますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ、早速メールテーマなんですけども、はい、今週はダイエットということでございます。ダイエット、いつもねメルテンマゲストさんに聞くんですけども、うん、まあ、このダイエット、なんでこのダイエットにしたかっていうのも後ほど、はい、後ほどいろいろ、紹介しますので、まあ、そのダイエットにまつわるエピソードですね。私どんなダイエットしてますよとか、どんな成功例聞きたいですね失敗例も一応、失敗例いいよ、参考にならないからいいよいいよ、まんまさん素直ですね、うん、無駄無駄、成功だけ聞きたいですどんなのやってますよとかいろいろね聞かせていただければなと思います。メールアドレスが797@fmginowan.com 797@fmginowan.com、 こちら全部小文字となっております。よろしくお願いいたします。さあ、結構この何ですかね、ジュングリ出てもらってママさん2回目なんですけど、前回か出てもらった時に、はい、うん、このママさんその言ったって言ってね、うん、この沖縄でこの何ていうんですか、難しいですよね言い方的には、うん、難しいね、霊能力者でもないですし、ま、あでもほらうちは FEC に新一郎さんがいらっしゃるから、ね、先輩で、うん、大金のぞみってユタのキャラクターがいるんですけど、ね、FEC よく見に来ていらっしゃる方は、そうそうそう、ちょっと霊感がちょっとというか霊感がある方とかいろんなのを総称して、うん、のぞみさんは若干ちょっと嘘っぽいじゃないですか大金のぞみさんは、まあ、キャラですからね、キャラでもうちのおばあちゃんは本物ガチガチのガチでそうだからねちょっとそれで前回いろんな話したら、うん、FM ギノワン、このね FM ギノワンさんのビルというかスタジオがある建物の駐車場は出るよって言ったじゃないですか、うんうん、私今日だって塩持ってきたから回すポケットに入れてますよ、怖くてまたあそこに行くのか、今日はどんなだ、それを踏まえた上での今日また下に止めるわけじゃないですか駐車場、今日ね今日この間よりも、はい、この間ちょっと車の数も少なくてちょっと怖いっていうのがあったんですよ、はいはい、で今日車いっぱい止まってると思ってこの間より怖くないかもと思ったら、めっちゃ私が車を駐車場に入れた途端クラクションの音がわーってからピー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 ってこれは何ですか、誰かが鳴らし間違って鳴らしたじゃなくて、私てっきり誰か乗っていらっしゃって、ねえねえ、私の車が邪魔なのかなと思ってこう見渡したらどの車も人が乗ってなくて、あ怖ーと思っていや違う違う、やっぱりここ怖い、そんな冷静になれないでうわーってなるでしょいやでも帰れないでしょ今日ここ生放送だから気持ち的にはちょっと離れたかったんですけどいやもう大家さん待ってるしと思って
そうだからもう僕だからそれのマンマーさんの前回ここの駐車場出るよって言われて、うん、怖すぎて、うん、それからいつも、ま、快適には1階があってその地下1階が駐車場みたいな感じじゃないですか、うんうん、僕いつも1階で降りるようにしてますからいつも送ってもらうんですけどこの送ってもらって前は地下で降ろしてもらったのをそれ聞いて以来ずっと1階で降りるようにしてます、うんうん、もう僕なんか多分下は異空間につながってると思う。そうそう私も思いました今日あここはちょっといや、ね、ちょっと良かったです。怖いなと思って。いやそんな感じでマンマさんそういう感じる方なので、はい、ぜひ皆さんマンマさんに何か聞きたいことなどあればね、ぜひぜひコメントなどメールお待ちしております。早速2個ぐらい来てるんですよ。もうこれもちょっと後ほど紹介させていただこうかなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。なので、うん、マンマさん今週もう1時間最後までよろしくお願いします。皆様もねよろしくお願いいたします。はいお願いします。さあここで、1曲目かけたいなと思います。かけたいんだと思います多分これ例の仕業です。例の仕業ですね。例の仕業にしましょう。それでは早速1曲目いきたいと思います。フレデリックで愛の迷惑。さあということで、今ツイキャスではですね音楽が流れていない代わりにこうおしゃべりするという時間になってますけど、うん、結構本当にあれ以来僕は怖くて本当に下に行けてないんで。でしょうね私久しぶりに来てあやっぱこっち怖いと思った。なんかこの週に1回しかやっぱここ来ないじゃないですか、うん、この1回1回こう1回まあ降りなかったでそこからずっとこの週をどんどんまたぐたんびに、うん、恐怖心が増してくるんですよあのそのもうエリアに踏み込まなくなってから余計にそうそうそうなんかもう怖いなんかあるんだろうなと思って絶対そこから行けなくなった変なこと言っちゃいましたねいやでもまあいろいろね感じる、うん、もしくは本当になんかいるのかもしれないですから、うん、分からない、ね、まだ分からない。何も感じない人もいるかもしれない。そうそう全然平気な人もいると思うので。ただ何かあった場合はクラクションがすごい鳴るってことですよね。そう今日はすごい怖かったです。これどのぐらい鳴ってたんですか。プープープーピ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 ーって言うから本当にあ自分の車邪魔してるんだと思ったら、どれも車人乗ってないし怖い。これが急にパッて鳴りやむわけですよ。うんパッて普通に鳴りやんだ。わ怖なんかそのなんかねこの気持ち悪い怖さじゃないですかこれ、うん、怖いよね。なんかだからもうそれ聞いてから俺ほんと敏感になっちゃって、うん、なんかいろいろ聞いてあの事務所ね FEC の事務所も出るって言ってたじゃないですか前、うんうん、僕あの最近読書が好きになったんですけど事務所で昼間誰もいない時読書してるんですけどこのミシとかバキボキとかデジ聞こえるんですよずっとする最初は本当しないけど部屋が2つあるじゃないですか、うん、手前に稽古する部屋があって、うん、奥の方がこの道具とか置いておく部屋があるんですけど、うん、最初は道具の置いてる部屋から、うん、ピキポコンピキポコンタッタンピキポコンみたいな、うん、なんかちょっとラップ音が鳴って、まあ、僕 も、うん、もう FC 結構長いこといるし、うん、そんなんは慣れてるんですけどだんだんねその音が近づいてくるんですよ、うん、ピキポコンピキポコンだったのがだんだん僕が本読んでるそばにこの音とか操作する音響のタクっていうのがあるんですけど、うん、この上げ下げするフェーダーとかですよ。そこのそばからピキポコンピキポコンって音がするんですよ、うん、俺なんかもう分かんないですけどとりあえず気づかないふりでしょねずっと。え怖いから本当になんか誰かがなんかしてる。いやいやしてるじゃなくて僕しか事務所にいない、でもずっと聞こえる。でもずっと僕は気づかないふり怖いいろんな芸人から聞くじゃないですか。まあいろいろありますね。一人の時にこうだったみたいな。こうだったあのポルターガイスを切るとか。ねえ、私幸い事務所ではまだキジムナーしか。いや、幸いキジムナー。キジムナーはね、キジムナーいいあれだから。いい、まだ妖怪ってことですよね。うんうん、もうびっくりした、生まれて初めて幸いキジムナーって言ったのが起きるんじゃない。絶対。絶対マーマーさんのことだから私の家3人いるから基準がちょちょちょそう、3人いるから多分琉球村よりいると思う琉球村よりいると思うすごいな、やっぱあのごめん、ちょっと本編でまた多分聞くと思うんですけど、うんうん、この基準村ってやっぱりその本当に髪の毛は赤色なんです。いや、普通の男の子、男の子なのかな子供。あ、普通の子供なんですね、うん、へえ、お、ほらやっぱりいろんなこと話してましたら、うん、オリトマさんがキジムナでもすごいよって、うん、タマさんラップ音が湿っぽく聞こえるならやばいらしいです、うん、また、力の強い方がいるとパワーをもらって感じやすくなるのね、うん、
FM 技能は他の番組でも地下駐車場出る話よく聞きます、うん、やばいじゃん中田猫さんで、いろいろ来てますね、うん、こんばんはとかもろもろ、あと、あ、ギマさん、はい、チュインチュマーマーだんチュインチマーマーだ、僕のこと覚えてるんで名前って言ってますよ、ギマさん、あ、覚えてる覚えてる、前前、え、前ですね、来てくれて、ギマさん毎週見てくれてます、ありがとうございます、覚えてるそうですよ、だったんですね、女性と思ってました1秒前女性の方でした、さあこう番組また始まりますのでね、 CM 開けますよ、はい、あ、メガネロック親の木曜順繰りショーガーあれちゃん、さあ始まります、始まりますじゃねえ引き続きメガネロックの木曜ジュングルをお届けしております。今夜のゲストはスインチマーマーさんです。スインチマーマーでーす、お願いします。はい、あのね、曲流れてる間はこのツイキャスの方にはこの音が曲流れてないんで、うん、ずっとおしゃべりするんですけど、はい、まさかのマーマーさんがキジムナーが見えるということで暮らしてる、暮らしてる、うん、一緒にそう事務所の話をしてたらね、うん、事務所でキジムナー見たと、うん、で、そうなんですかって話したら、え、私キジムナーと3匹暮らしてるよと、うん、3人ね、3人のキジムナーと暮らしてるよということで、うん、っていう話をしたら、ツイッターの方、ツイキャスの方でシュプリームさん、キジムナってやっぱりターザンみたいな格好ですかって、うん、普通の子供、普通の子供なんですか、うん、洋服つけて、普通に洋服つけて、え、じゃあキジムナ名前はあるんですか、その3名の、あ、でもだって多分キジムナ3名いて、キジムナっていうのは3名全員向くわけでしょ、呼んだことないので、あ、呼んだことないですね、私がこう家にいるとカサってこうなんかカサ音がするんですか、音がして見たらチラッてこっち見てたりとか、でも私が見ようとしたら隠れ、恥ずかしがって隠れる、だから一人に一個ずつ、あの、なんだっけ、ガジュマル、お、はい、ガジュマルの木、ちっちゃいやつね、買ってあげて、それぞれがそのガジュマルに今は住み着いてるすっげえ、なんかこれね、本当だよ、すごいスピリチュアルな番組になりましたねこれすんごい本当だよ、すげえ、え、じゃあそれぞれに3匹そこに住み着いて、3名がそこで暮らしてるって、うん、暮らしてる、これってやっぱりその何かしら遊ぼうみたいなのないんですか、ガジュマルからなんか、最初は遊ぼうって来てたけど、あ、なんだろう、キジムナって一応座敷わらし、まあそうですね、いい神様、県外で言うと座敷わらしみたいなポジションですよね、なので逃がしたくはないじゃないですか、はいはいはい、せっかく来てくれてるから、もう3名いらっしゃるわけですから、うん、だからあのお家を与えたらおとなしくなりました、あ、やっぱり、うん、やっぱそのお家が欲しくて来てたりとかっていうこともなかなと思って、最初来たのはいつなんですか、マーマーさんのお家にこのキジムナ、私がマンションを借りて今のマンションに住み始めたら、はいはい、もう初日から来てましたそう、わ、お祝いみたいな感じで最初一人だったのがどんどん増えて、後から二人連れてきて、あ、でまた一人増えて今3人、え、じゃあこっからもしかしたらまた増えるかもしれない、増えるかな、うん、ママさん、じゃあその愛着は一応湧いてる、あ、もうめっちゃ子供のようにうわすごい、なんか、うん、なんかすごいですね、うん、でもなんか怖いっすね、怖くない、怖くない、全然怖くない、怖くないですか、うん、やっぱ可愛らしいですか、キジムナ、うん、すごい、全然想像つかない、僕らがやっぱ想像するキジムナって本当に琉球村とかにいる、ね、赤い赤い頭して、うん、なんかジャングルの、ね、草の集まいて、うん、デベソっていう、ね、イメージしかないから、あ、やっぱ現代的なんですね、キジムナも、普通の子供、あ、ほらやっぱ中田猫さん気になってるみたいですよ、同居話すのって、話したり、たまに自分がちょっと悩みがあって、うん、聞いてほしいときはしたりしますえ、ちゃんと相談乗ってくれるんですか、うん、一応何かしらで答えはくれます、夢の中だったりとか、あ、その場で直接くれるんじゃなく て何かを返してというか、そう、なんか視覚的にこうなんか教えてくれた、インスピレーションで教えてくれたりとか、はあ、うん、やっぱね、シュプリームさん、キジムナはチンダミしますってチンダミしませんねえ、シュプリームさん、チンダミしないみたいですよ、うん、そう、シュプリームさん最近からよく聞いてくれるようになった、あ、そうなんですね、そう、あの木曜ジュングリとシュプリームさんは、うん、あのズブズブの関係なんですよ、
それぐらいの深い関係になってますけど、中田猫さん、まさきさんのキジムナしか思い浮かばない。あ、そう、あの、ね、僕ら先輩にヨガリまさきさんっていう芸人がいるんですけど、体重が 42、3キロ、でもう成人男性ですよ、もう、ね、ガリガリの好きな食べ物マンゴー本当にそう、立派な成人男性、立派な成人男性、もうお子さんもいらっしゃいますが、すごいガリガリなんですよ、気になる方ぜひ見ていただきたいんですけど、ね、中田猫さんやっぱすごいねと、そして、シュプリムさんチンダミしますと猫さんよろしくお願いします、シュプリムさんチンダミしておいてくださいということで、早速お時間なんでコーナー行きましょうかね。はい、こちらのコーナー行きたいと思います。ジュングリボックストーク。さあ、こちらのコーナーですね、箱の中にトークテーマが、入っておりまして、ランダムに一つ引いて出てきたと、お題に対してトークしていくというコーナーでございます。箱こちらですね。で、今週3つテーマ用意しております。1個目が、今日のメールテーマでもあるダイエット、そして2つ目が噂話、そして3つ目が僕ちょっと気になってるんですけど、イメチェンっていう、これなんでイメチェンっていうのは選んだんですか。今イメチェン中なんですけど一応イメ、これあれですよね、多分彼女とかがよくなんか変わったことを気づかないみたいな、気づかなかったらバカやばいやつですよね。もう FEC 誰も気づかんし一人だけにしか言われてないしえ、でもまあまあさ、ね、いつもお美しいですけど、ありがとうございます。今日は ちゃんと化粧しました。この間はあの何の情報もなかったからノーメイクできたけど、そうそう、ツイキャスね、そうそうそう、この動画配信っていうのを伝えてなくて、そうそうそう、ノーメイクできてちょっと怒るっていう、怒ってた言えよみたいな今日はちゃんと化粧、まあ、朝からずっと落としてない状態なんですけど。え、じゃあ今日化粧してるっていうのをこの気づく点じゃなくてってことですか。じゃないじゃないじゃない、え、もう分かるでしょ。なんすか。前髪伸ばしてるいやー、突っ込みづらい。あ、ごめんなさいだいぶ伸ばしてるから今今でもね、あの、なんていうんですか、左の方が髪ファッて長くなってて、うん、そうそうそう、なだからちょくちょくこの打ち合わせの段階からこうやけにこのかき上げる仕草がいつもより多いなと思って女性感すごい出してるなと思って、うん、出したあ、イメちゃんだったんですね。そう、伸ばしてるの今。あ、髪型とか、うんうん、あ、やっぱ気にします、ママさん、やっぱり。なんかもうさすがに37になってちょっとパッツンないよなって思ってきていや、その横にバリバリのパッツンがいるんですけどねバカヤバいパッツンいますからねいるけどねそれ本当にこの今日僕散髪というか美容室行って切ってきたんですけど、あの、いつも切ってもらってるところで美容室なんですけど、すっげえおしゃれなところなんですよ、白を基調としたお店で、もう働いてる人みんなおしゃれみたいな、そこで、僕が行ったらもうその多分に30代なったぐらいの若い店員さんなんですよ、若いというかもうすごい、あの、偉いっていうか、このちゃんとしてる方なんですよ、でどちらかというとちょっと中性的な喋り方で、あ、おやさんいつも来てくれてありがとうございますみたいな、すごい可愛らしい方なんですよ、で切ってもらう時に僕の髪を切るって聞いた瞬間からもうずっとニヤニヤ感が止まらないんですよこの方どうしたんですかって聞いたら、まあ、あの、本当に大家さんの髪切れるっていうのはもう周りの人が羨ましがるぐらいすごい楽しいんですよ、もうあの美容師が切りたくなる髪型なんですよでどうしてですかって言ったら、もうやっぱり切る量が全然違うんですみたいな、やっぱ女子の人とかだったらこうしてみたいなのがあるんですけど、もう大家さんはなんせバリカン入れられるからすごい気持ちいいんですよつっておしゃれなところでバリカンやるっていう、でいろいろ切ってもらって、もうあのずっともう1年2年ぐらいその方に切ってもらってるんですよ、ずっと専属で、でいろいろやってもらってるんですけど、ついに今日多分その方の本音が出たんですけど、切りながら、母親さんすごいですね、もうこんな髪型にする人いないですもんねこんな髪型したくないですもんみたいな、したくないと、もう多分この髪型なんか真似する人絶対いないですよねみたいな、プラスの意味なんですけどマイナスにも聞こえるような、いやでもそうですよねって言ったら、マイナスしか聞こえないけど、いやもう本当にね、1センチ1センチ切るごとにニヤニヤしていくんですよ本当に、その方がすごい嬉しいんですけどね、すごいいい方で、で切ってもらって、でもうあの僕最近メガネ買いまして、あの丸メガネにしたんです、それこそイメチェンですよ、丸メガネにして、あの今流行りの丸メガネにして、もう完全なるおかっぱですよ、眉毛より上におかっぱ作ってガッて綺麗なキノコで、この丸メガネパッてつけて鏡見たらイジリ岡田なんですよイジリ岡田さん、僕目の前にいたの
僕じゃなかった、僕じゃなかった俺鏡の前でベロ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 出そうかなと思ったんですけど、本当にツイキャスの方はすごく分かってると思うんですけど、本当にあの僕のツイッター見たら、あの今日も写真上げてるんですけど、本当にイジリ岡田にしか見えない自分がいてびっくりするっていうね、イジリ吉木織友さん来てますね織友さんすごいですよ ね、 キノコ感増したよねと猫さんもそうなんですよ、うん、かき揚げ女子とかいろいろディスってはないですよ別に美容師さんのことは、うん、すごい好きなんですよ美容師さんも僕のこと、うん、すごいもういい感じの関係性なんで、うん、大好きなんですけど、うん、やっぱすごい、だからその方多分この間も僕あのその韓国人の髪型目指して切ってるんですけど、うん、この間もその方が切りながら、うん、あいいですね、あのすごいですよ、もうあれですね、サモハンキンポーみたいですねって言われたりとか全然韓国じゃないやしみたいなのがあって、まあ一応今日はゆめちゃん僕もしてきましたよっていう、うん、一応多分もうここで話したからこれ抜いときましょうねまあ一応本日はダイエットか噂話の2択で、はい、行きたいと思いますので、はい、ね、もうじゃあもうあれしかないじゃない、はい、はい、あですね、うん、ダイエットでしたダイエット、まあ、ダイエット、うん、ママさんダイエット今してるんですか。ダイエットしてるよ、え4キロ落ちたけど、え6キロか、6キロ前出た時はその58キロで、はい、今52キロ。おー相当落ちたよ、6キロ相当落ちたのに FEC ではパラサラのアキラさんしか痩せたねって言わないパラナイサラのアキラさんしか気づいてくれない、うん、気づいてくれない。しかもアキラさんはなんか私のバックグラウンドに何かを感じたのか大丈夫って言ったから、ね、最近大丈夫病気的なこととかなんか精神的に何かあったんじゃないかとかなんかあれですよね、痩せたというよりやつれたみたいなこと、うん、急になんか今までこうブクブクしてた子が突然こう久々に事務所に来たと思ったらみたいな。いやでもだからこの難しいですよね、ダイエットってやり方とこの年齢とかもね、うん、踏まえると、うん、もう本当にちょっと言いたいけど言いづらい時あるじゃないですか。あるかもしれない。多分もっと年上の人がダイエットしてガンって痩せても聞けないでしょ絶対、うん、あなんいやそうかもね、いやあなんかあったんですかみたいな、そうから難しいですけどやっぱり、うん、何でこんなに落としてるんですか。めっちゃ歩いてるし、おめっちゃ食事制限してる。あえちなみにめっちゃ歩いてどれぐらい歩いてるんですか。ねこの間先週までちょっとあ6月から新しい職場に変わったので、はいはいはい、その前の職場までが1時間半徒歩でかかるので、はいはい、帰りの1時間半をずっと歩いて歩きに帰ってた。ほうほうほう。でお食事をもうお昼のサラダだけ、でサラダの後に必ずブラックコーヒーを飲んでをやってたら、え2週間で4キロぐらい落ちたのかな。歩えそれと歩くだけで、うん、すっげー。それを続けて、で今はまた6月から職場が変わって、はい、あの片道50分なんですよ。それを行き帰り今やってる。あじゃあ、1日100分は歩きの時間が、うんうん、はあ。これだから結構きつくないですかやってて。でも食事はもう胃がなんか慣れてきました。最初はちょっと苦しかったけどそれ羨ましいですね、うん、だから僕もちょっとダイエットやったことあるんですけど、うん、僕も食事制限というかサラダしか食べないとか、うん、なんかそのお母さんが買ってきたそのなんかこれ1日1食をこのドリンクに置き換えるだけでいいですみたいなシェイク、うんうん、空腹感が紛れますみたいなあるね、なんかお腹でパンパンになりますみたいなのりんこを飲んだりしてたんですけど、でそれプラスそのママさんみたいな、うん、僕は走る、うんうん、3キロから5キロぐらいかな毎日、うんまあ、走るみたいになっててそれで2週間ぐらいずっとやってたんですけど、うん、3週目ぐらいからこの走ろうっていつものように全部その食生活続けてさあ今日も走るぞって言って一歩踏み出した時に走り終わった時の疲れが来るんですよエネルギー足りなさすぎてやばいんです本当にだ本当にこれ無理なダイエットは本当にしてほしくないなって一番思うんですけど、うんうん、体にガッてくるんですよ、うんうん、もう体の方が疲れを覚えちゃってるわけね。そう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 、うんうん、で1歩目で疲れて2歩目であの U ターンして家に帰ってるんでその日走らないっていう、うんうん、走れない、うん、でもう翌朝からダイエットやめてるっていう、うん、そんなのの繰り返しで続かないんですけど、うん、今なんか頑張って出てますね。いやそれすごいっすね、うん、ちょくちょくいろんなねやり方なんか流行るじゃないですか、うんうんうん、この酵素ドリンクだったりとか肉食べるのがいいですよとか、うん、とかね炭水化物抜いたりとかダイエットとか。そうで僕ちょっと前にやってたのがあのホット梅干しダイエット。ほ
初めて聞いた。食朝昼晩とか食事のあとかこの最中にレンジで10秒ぐらい温めた梅干しを食べると痩せるみたいな、うん、だからその食事制限も何もなくてこの梅干しを食べると痩せるみたいな2週間ぐらいやったんですよ、うん、どうだった？痩せないんですよ。痩せないの？でも多分これ痩せるっていうか気づいたんですけど多分現状維持させるってものだと思うんですよ。体重の増減をなくすみたいな。僕それやってる間体重は増えることなかったんですよ。どんだけ食っても多分だからそれで体重に蓋をするじゃないですけど、うん、こっから上はいかないようにするみたいな多分効果はあると思うんですけど人によってあれはあると思うんですけど、うん、僕はそんな感じだったんですよ。減りはしなかったと。減りはしなかったです、うん、だからもう最近思考がいかれてきまして、うん、何人生一度きりじゃないですか、うん、いや今は太ってるって考えればいいいつか痩せるっていうのを覚えた上で今はもう太る時期だっていうシフトチェンジを頭にかけて膝に来るよ。あもう僕膝じゃなくて今アキレスに来てるんで私膝に来たから歩き出したからね。あそうなんですか。そう膝来たら結構きついっすよね。きつい、やばいと思ったもんだからちょっともう痩せないとと思って。そうだからなんかそのダイエット方法じゃないですけど、うん、僕もこの FM ギノワンこっちから放送してて場所ギノワンにあるじゃないですか、うん、で E が那覇の国際通りの近くなんですけどそこまでもう帰りは折りたたみ自転車で帰ってる、ねね、1時間半かけて。そしたら痩せはしないんですよただ足がパンパンに出来上がってくるっていうそう足がめっちゃ締まってきてて、そうそうそう触ったらちょっと足だけすごいアスリートっぽくなってるよねそうだけど絶対見ないじゃないですか足って絶対誰も、うんうんうん、もうだから、まあ、こんだけ頭インパクトあれば余計にね、本当にインパクトあれば、うん、もう中谷子さんも競輪選手って来てますけど、うん、そうそう本当に本当にそんな感じ。いや出来上がってくるんです。だんだん辛かった坂道とかが辛くなくなってくるんですよ、うんペースも毎回ちょっとずつ上がってたりとか、うん、なんか道をだんだん覚えてきてとか楽しくなってくるんですよね、うんうん、で僕の場合帰り道とかそのチャリこぎながら、うん、YouTube とかでのこの自分の番組をこう聞き返したりとか、うん、他の深夜ラジオ聞いたりとかして帰ってるから全然苦じゃないんですよね。やっぱ上でも気持ちいいですし、だ多分ママさんってでもその行き帰り昼とか朝じゃないですか、うんうん、あ夏場は絶対きついじゃないですか。私ほら私さ今思い出したけどさ前大家さんにほらそう僕マーマーさんを見たことがあるんですよ。いつも僕バイト先が新都心っていうおもろ町なんですけどそこのそうそうそうとこで働いててで帰り交通はモノレール使って行ってるんですよ、うん、ユイレール。でいつも大体僕が乗った時に大体今日なんかあるなっていう直感的にパッて感じるんですよその時にモノレール乗ったら大体マーマーさんが座って携帯いじってることが多くてで僕は県庁前駅で降りるんですよ。でもマンマンさんはその県庁で降りることもあればそれを過ぎていくこともあるじゃないですか、うんうんうん、で僕がある日県庁前で降りてマンマンさんがいるなって分かったけど気づかず挨拶もその時しなくて、うんうん、で僕はそのまま違うまたラジオ局に収録があったんで先輩のラジオで県庁で降りてそこからこう歩いて向かってたんですよ。違うんじゃない朝日橋じゃない。私が県庁で降りたって言ってなかった。いやあの時はあそっかあそう逆だ逆だ県庁でマーマーさんが降りたんだ、うん、先に県庁があって朝日橋があって私の方が先にそうそうで僕朝日橋で降りたんですよ、うんうん、でそこのまあ多分移動時間は多分30秒ぐらいじゃないですか県庁から朝日橋までモノレールの、ね、移動モノレールの期間って、うん、で朝日橋で降りてでその、まあ、大体5分ぐらいかけてラジオ局向かうんですけどその5分の間にさっき降りたはずのマーマーさんがこの僕が歩いていく道の角から出てくるんですよ。えって思って、いや物理的に無理なんですよ。県庁でそこに降りたら多分そこまでは10分はかかる距離なんですよ。 それを30秒プラス2、3分ぐらいで歩き始めて駅から出て そこで出てくる。俺この時にユタ以上の何かがあるわこの人と思ってデージしかんだんですよ。私もそれを見られたのが恥ずかしい。しかもなんかその時はモノレールの中で持ってなかった三品茶の大きい紙パックにストローさしてちょっと飲みながら歩いてるマーマーさん。えコンビニ行く余裕もあってのこの出会い方テレポーテーション疲れるんじゃないかなってマジで思って私歩くとき相当速いと思うそうすごい同僚とかにもお嬢さんいつも歩いてるよねなんか声かけられないやっぱすごいんでしょうね集中力が
そう、それ聞いてちょっとやっぱそうなんだと思ったもん。だからなんか駅は右、まあ道的には右側に駅があったんですよ、うんうん、だから出てくるとしても右から会うんだったら分かるんですよ左から出てきよったから一回その道突っ切ってまた出てきてるってことでしょ多分。俺だからほんとびっくりして歩くのは本当にただ単に早い早いよ私多分。すごいわ、うん、いやダイエットって話したらママさんがすごい人って言われてちょっと終始終わっちゃいましたけど、ちょっとお時間なんでまた今後もあの今ダイエットで募集してるので、うんうん、ね、ぜひ皆様ダイエットにまつわるテーマよろしくお願いいたします。以上じゅんぐりボックストークでした。とはい、ということでコーナー終わっりまして、続いて曲おかけしたいと思います。続いては、黒猫チェルシー with チャランポランタンモモで青のララバイ。あー、わかったわかった。この話一番面白い。すごい、やっぱママさん、うん、この話した子から多分一番このジュングリ史上始まって多い方が見てくれてますよ。17人は見てもらってます、一番多いですよ。ありがとうございます。そしていろんな方のコメントもたくさん来てるのでね、うん、ママさん可愛いっていうのもあります。誰、覚えとくよ誰、ギマさんです。いやギマさんありがとうございます。そして、シュプリームさん、4月27日のママさんがゲストの回5回ぐらい聞きましたよ。あー、ハートマーク。なんか面白いのあったっけあれ。いやだからママさんが好きだからじゃないですか。へぇ、シュプリームさん多分スケベだと思いますマジでですかね。ハートマークなんかちょっと聞いてありがたいですね。嬉しい。で、あ、ギマさん、スイッチマンマー今度写真アクションお願いしたいです。はい、うん、そしてシュプリームさん、マーマーさんのほっぺと前歯が可愛い。可、う、愛、ん、いでしょ前歯私前歯好きなんですよ。出っ歯だけど、うん、僕八重歯なんです。あ、そうだっけ。そうそうそう、八重歯で。本当だ、八重歯だ。そう、八重歯で可愛いって言われることです、うん。あ、分かるか、分かる。今なんか言葉集まりましたよね、完全に。分かると思う、分かる気がするか。やっぱチラってこう笑った時に、うん、歯がちょっと出てるか、もしくは八重歯って可愛いって思う。歯が出てるのはあんまり可愛いと思ったことないけど、自分が多分出てるからだと思うけど、はいはいはい、でも自分の歯は可愛いと思うなんか分からないけど、まあ、例外的なそう、自分の歯は可愛いと思う。いやでも前歯大きいですよ私。だ多分それがなんかその前歯出てる人って結構このペンって上に向いてるじゃないですか歯が、うん、でそれでちょっと見え歯が上向きになってるじゃないですか。じゃあ多分マーマーさんのこの歯の可愛らしさってハムスターに近いと思う。ああそうそうそう、かじるみたいな。ハムスターの口に似てる感じじゃないですか。ちょっと垂直に落ちてきてるこの歯だから、うん、でちょっと歯もちゃんと形可愛い感じ。いや可愛い歯してるな。でしょ、歯可愛いんだよ私じゃあ私さ、私の言ってる歯医者さんさ、はいはい、このなぜか、はい、こうやってやるじゃん、寝るじゃん、寝て、はい、そしたらこの目、あ、歯、口以外タオルかけるわけ。あ、目とか鼻に。うん、なんか一枚のタオルをね、上手にシャンプーするときみたいな、みたいな、はいはい、で口だけこういう状態になってて、そしたら男の先生が、お医者さん唇かわいいですねなんかちょっと怖くない口だけ出てる状態で歯もなんかかわいいとか言われたら、なんか注意され、この隠れてるから相手がどういう動きしてるかわかんないじゃん口の前で言われてる。私なんか自然になんか口がこうちょっと怖いみたいな。いや今完全に口の形求めてましたよ注意する形です。あれだからダメだよね、あの歯医者ちょっと怖いと注意されるんじゃないかなみたいな。いや完全に今歯の話と思ってギさんみたいな唇くると思ういや怖いっすね、そう考えたら、うん、怖い、そして中田猫さん、1日30分ぐらいしか歩かないなって言ってました。あ、私は30分ぐらいしか歩かない。そしてシプリムさん、マンマンさん、吉本美代子に似てるって言われる。むしろみっちょんの 20% 増しに可愛い。よかった。シュプリームさん口説きに来てるなこれ中田の子さん、大家さん痩せたら嫌だ、お腹触れないって言って、うん、こう僕お腹があるんでね、やっぱね、そのキャラっていうか、うんうん、やってるんですけども、うん、リアルにちょっと本当にちょっと落としたいなと思って。でもちょっと最近ね、アイラブ清美がタルーンってなってそう、なんかね全盛期の張りがなくなってるんですよ、ちょっともうなんかちょっとその手入れというかね、うん、ちょっとちゃんとそこもしないといけないなと思うんですけど、うん、難しいですね。やっぱ食べたいんだもん、ご飯は。美味しい、美味しい、止まらない、ね、特に夏は止まらない、うん、そんな感じなんですけど、あといろいろ来てますね
あ、織友さん、俺、誰よりも夏木を痩せさせないとって、ね、うちの事務所の前田夏木っていう女芸人がいるんですけども、太ってますからね、あの人もね、もうチョコレート大好きで止まらないって言ってましたからね。やつは可愛いしね、ずっと稽古の時も食べてるね本当にね、むしゃ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 いろいろ来てますけども、あ、シュプリムさん、梅干しダイエットって単に塩分取りすぎなだけでは血圧が心配。俺あの本当に血圧俺やばいと思います。あのマックでポテト食べる時に別で塩もらうんですよ僕。は？別で塩くださいって言って、あのフルポテト同じ容量でポテトに塩かけたりとか、ケチャップみたいな感じでこの塩ちょっとつけて食べたりとか、うん、塩くぐらせて塩まみれのポテトをケチャップにスライディングさせて食ったりとか、おいマジで塩分大好きなんでちょっとやばいんですよ、うん、あ、新しい方も来てますね。あ、メガネロック親のいいところは、あの一応働くときはやっぱちゃんと働くところですかね。メガネロック親の木曜ジュングリ。さあ、メガネロック親の木曜ジュングリ、引き続き生放送でお届けしております。今夜のゲストはスイッチマーマーさんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、番組もいよいよ後半に差し掛かってきてるんですけども、うん、初めましての方ですね。はい、俺横文字弱いんすよ、英語。これなんて書いてるんですか。バイリンガルですか。なんだろう。ビブルガリ、まあ、三千ってついてるんで三千さんって呼びましょうかね。三千さん、FM 銀の湾に便所から俺参上ということで、便所から参上してるんですね。そして どういうことか僕も今パッとで分かんないんですけど。逆にちょっとゾッとしたんだけど。トイレにいるのと思って。いや多分また帰るとき気をつけないといけない、ね、パターンですよ。怖い怖い。そしてサエさん、お初ですということで、こんばんはということで、はじめましてですね。こんばんは。そして、中田ねおさん、さっきのマーマーさんの移動、うん、飛んでるでしょマーマーさんと。うん、飛んでるかも。県庁朝日橋そんなに離れてる？離れてるとか、多分歩くとあの距離とあの時間では無理だろっていうそういうことなんですよ、ちょっと。そうだよね。そうそう、3分であれはちょっと無理だろって思うのがあったっていうね。うん、うん、徒歩より競歩ってペーターさん。あ、でも競歩に近いと思う。で、三千さん、競歩出られるぞ、オリンピック目指そう、うん、で、ギマさん、スインチマンマー最高。ありがとうございます。スインチマンマー本当に覚えていてよ。うん。そして、シュプリムさんが今思い出した、国際通りの恋カフェというタピオカミルクティーのお店に、大家君クリソツの台湾人がいるよ。見に行かなきゃ。俺この間あのなんだっけ、 FEC のグループラインがあるんですけど、うん、全体の、うん、あそこであのドラゴエマニュエルのキッペさん先輩の、うんうんうん、が大家お前何してるって言われて、うんうん、なんかなと思ってパッて次に出た写真が、そのなんか多分韓国の女性、ね、あれね、中肉中背の女性なんですけど、うん、いや完全に僕なんですよ。そっくりなの。完全に僕なんですよ。そっくり。あれはあの本当に LINE がこれやばいぜってざわつくぐらいの、うん、そうそう、似すぎててみたいな。あれは似すぎてた。でその後にね、コヘさんが、ね、同じ角度で、そう、僕ちょっと先輩のラジオ収録中だったんで、うん、同じ角度で撮ってもらったんですけど、もうまんまもうご本人頂上ですよ、ただの。もう本当にそう、すごかったんですよ。だから結構いるんですよ、僕に似てる人。中国韓国系だと多いなと思って、うん、であと織友さん、はい、南野陽子みたいなって、前歯マーマーさんとか、あ、多分前歯とか、前歯のことかな。おう、うん、でさやさんがスインチマーマーさんのことはライブとかで見たことあるので知ってたけど、はい、また直接喋ったことがないので今度お会いできるの楽しみにしてます。でも今は内地ので会えないのが残念と。あ、そうなんだ。ぜひまたライブもね、うん、マーマーさん出てますので。この写真でいいんですかね。可愛いですね。あ、さやさんね、うん、スノー、今流行りのスノーで、あ、で読み方を教えてもらいましたよ、さっきの三千さん、ブルガリさんということで。あ、ブルガリさん。そして、シュプリムさんが2人で褒め殺しといただいております。はい、そうそう、あ、そう、ブルガリさんということで、で、うん、あ、で田中さんっていう新しい方がコメントで、僕は多分三千って呼んでたんですけど、あれ三万じゃねっていう。そういうことね。いろいろ間違いだらけで申し訳ないですけども、はい、よろしくお願いいたします。さあ、お時間なんで早速こちらのコーナー行きましょうかね。はい、エフペディア。はい。
さあこちらのコーナーですね、FEC の若手芸人から FEC にまつわる噂話ゴシップ、私これにハマってますみたいな情報を募集しておりまして、でそれを発表していただき、見事それが認められれば FEC のウィキペディアの欄に載せていこうじゃないかという企画でございます、はい、さあまうまさん、今回は何を持ってきてくれましたか。6月から新しい職場でお仕事をしてて、はいはい、でそしたらその中にすごく沖縄のお笑いが大好きな女の子がいらっしゃって、はい、で私別にお笑いやってるって誰にも言ってなかったんですけど、はいはいはい、スインチワーマーさんですよねみたいな、あ嬉しいと思って、気づいてもらって、うん、で私すごい沖縄のお笑いが好きで、毎月吉本さん行ったり行って、次の月はオリジン行って、次の月は FEC 行ってみたいな、月ごとにこうなんかローテーションというか、うん、自分で組んで行ってるらしくて、でも最近ちょっと FEC のライブ行ってなくてみたいな、突然なんか目も合わさなくなっちゃって、待って向こうから話しかけてきたのにもかかわらずなんか急にテンション落ちちゃって、いやいやこれ確認なんですけど、うん、ジャンル的にはこれ噂話みたいな感じなんですか。ゴシップ、ゴシップ、ゴシップ、ゴシップかな、初ゴシップ、うん、これ一応一応用意しといて、前もママさんと来て結構こういう関係とかいろんなちょっとやばい時は、ねね、うん、このチンベロをそばにこう置いてまして、うん、これを鳴らすっていうのが決まりですっていうね、ちょっと話したんですけど、うん、今回もじゃあその方式で、はい、必要だと思います。名前、今回は実名が出てくるかもしれない。そう、そしてタイミング見て、じゃあ僕押しましょうねで、どうしたのって言ったら、はい、いや私いろいろツイッターとかもやってて、はい、まあ、芸人さんとも絡みがあるんですよみたいな、まあ、芸人それぞれツイッターやっててね、あそうなんだ、うちの芸人、まあ、FEC もそうだし、うん、オリジンさんもそうだし、いろんな芸人知ってて、はいはい、FEC の芸人といろいろあってみたいな、なんかもう暗くなっちゃってその子が急にと思って、いやいや聞かない方がいいんじゃないですかこれ深く、誰誰ってなるじゃない。いや、はい、そしたら大丈夫、チンチンチンってごめんなさい、いいですよ、ニッキーのが今言いよったわ、今言いよったわ、完全にチンキーって誰かってなるでしょキーって誰かってなるか、もうじゃあもういやいやもうこれもう鳴らしておきましょう、あ、けどもう言ってるじゃないですか完全にかみたいないやだからもし、まあ、なんかあったんでしょうね、まあ、別にその深いことじゃなくてね、うん、ない、私がただこうなんかあったんかなって思っただけだと思うんですけどでなんかその話して向こうから挨拶してきたにもかかわらずなんかすごい避けるの私と目合わさなくなっちゃって、すごいな、なんなんだろうと思ってそう、いやいや、これゴシップなかなかの掘り込んできましたですね。いやもう何がすごいって、やっぱシュプリームさんがね、そこでチンはいらんやろって怒ってるんですよねで、中田猫さん分かったっていうね、分かった、そして、田中さんという方は、うん、この話が始まってからずっとお茶のスタンプを投稿し続けているっていう、うん、謎ですねこれはね、謎ですね、なんだろう、すごいお茶が飲みたくなるお話だったのかな、うん、なんでしょう、やっぱゴシップ怖いっすねこれ、怖いね、どこでどう見られてるか分からない、うん、まあようやってるなと思いましたけどね。そうそう、だから、うん、僕も昔そういうの一個あったのが、うん、僕もツイッターとかで高校生の頃ぐらいですか、うん、いろんな人とこうやり取りしてて、うん、で遊びに行きましょうよみたいなのも多分結構送ったりもしてたんですよ、いろんな友達、現実世界で友達を作りきれてなくて、うんうん、ネット上で作ろうと思った時期があって、でいろいろこう遊びましょうよって送ってたら、うん、ある時違う現場でご一緒した他事務所の方から、うん、お前誰々の誰々に送ってるだろうみたいな、この友達になりましょうみたいな、送ってるだろうって言われて、一応送ったりしてるんですけど、なんかあったんですかって、それ俺の妹だからって、うわ狭沖縄とか、うん、だからやっぱそういうの繋がるから沖縄は気をつけないといけないですよ、うんうん、本当よ、怖い怖い怖い、本当、いや僕もう一個掘り込みたい話あるんですけど、これリアルにできない話なんで、うん、それおいおいね、おいおいどっかで話しますけど、ね、うん、これはもうこれもあれですよ、オープニング話した田中真由美さんぐらいの衝撃があった話があるんです、楽しみだわ、あすごい FEC さん文集法って来てるんですよ、週刊文集とかがスプリングしてる、うんうん、文集法、まさか身内から出てくるとは、センテンスプリングセブンセンスプリングと、でも詳しいことは言わなかったですからね、やっぱそれ以上聞けない、怖くて聞きたいですもんね、別に本当は大した何にもないかもしれないんですけど、いやねこれ、うん、いやこれこんなんでゴシップ儲けたけど怖いなこれ、怖いよね
これ多分ゴシップまあまあさんぐらいしか持ってくることないと思うんですけど、うん、いやこれからもじゃちょっと引き続きその人と何があったのか、うん、そうですね、あの認定っていうか、うん、あの何かに載せます。でも他の事務所も名前出してたのその子。え誰誰誰誰、わー怖い怖い怖い。いやだからこれ本当に、うん、本当にこれ俺思うのは、いやそういう感じなんか関係が悪くなるのは仕方ないですけど、いや実名出すのはねっていうのはあるじゃないですか、うんうんうん、いやそこ守って秘密にしといてっていう部分だよね。だから多分もしかしたら言うほど別に何もなかったかもしれないよ。あでもいろんなその事務所と、うん、なんかもうなんかもう怖いっすね。ね、気をつけないといけないですから、やっぱ沖縄は特にね。そう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 、いやもうあのこれ認定運動の前に気をつけます。気をつけてください。僕ら全体の意識として気をつけるっていうのがじゃあ今日の答えということで、ね、事務所に行ったら結構いろんな話聞くじゃないですか。ね、いろいろ、あの私女なんだけどみたいな。たまに私となつきちゃんいるのに男性陣すっごい話とかしてるから、下世話な話しますからね。うん、なるほど、気をつけてよあんたたち本当に。ということでこのラジオを聞いてる、男性芸人は気をつけろというのが、うん、今日の締めということで、はい、ありがとうございます。以上エフペディアでした。はい、さあメガネロックの木曜ジュングリ、あっという間にエンディングの時間でございます。今日もツイキャスご覧になっていただいた方、ラジオ聞いてくれた方ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとここで告知させていただきたいと思います。明日ですね、うん、FEC がなんとイベントを開催いたします、はい、FEC クワッチノイズエンターテインメントライブと題しまして、夕方の17時半からですね、三重那覇メインプレイスの中央1階の中央コートに行ってイベントを開催いたします、はい、こちら内容はハイアップローという、うん、FEC の若手のユニットがライブをやったり、大金の泉ウィズ DJ レイコのライブがあったり、ゴイク栄翔先生のライブがあったり、ハルサーエイカーエイカーズですね、うん、エイカーズのショーがあったり、うん、あとは、ラジオの公開放送公開収録など行うっていう、そういう内容になってまして、すごい盛りだくさんのエンターテインメントに富んだ内容になっておりますので、ね、ぜひ皆さん遊びに来てください。しかも無料ですからね。そうなんですよ、無料なので、あのまだねお友達とか FEC のライブとか見たことない方がいたらぜひ、そう、もともとはこのハイアップローが、1000人集める、フリーライブ1000人集めますっていうので、やってるものなので、うんうん、ぜひ1000人ぐらいのお客さんが集まっていただけるようにね、うん、皆様ぜひこの放送聞いたらお友達とかお誘いの上、明日またね、あのぜひ三重まで遊びに来ていただける、そうそういますのでね、うん、僕はこのスタッフとしていますし、マンマさんもいるので、私も脇側でスタッフとしていると思います。今完全にびっくりした、脇側でスタッフって言ってたから私も脇側でって言ったから最後どえらいゴシップ放り込んできたなと思って言わないでしょいやだから絶対、うん、うわドキッてして、いや脇の方にね立って、脇の方に立って見てるかもしれない、ね、見てるかもしれません。そうだからギモさん明日会えるんですよ。ギモさんさっき会いたいってしたから、いろいろ来てますけども、あ行きたいっていう中田猫さん、行く行くと、 ありがとうございます。織友さん土曜日来るんだ。あそうなんですね。私に土曜日いないんですよ実は。あそうこの今週末から、そうだですね、お笑い米軍基地13うん、始まりまして、ありがたいことに那覇公園とですね、沖縄市公園前寄りが完売しておりまして、うん、もう名護公園しかちょっと前寄り残りがないんですけど、うん、名護公園も結構今売れ行きがいいみたいで、うん、半分以上はもう売れてるということなので、うん、結構その土日、今週の土日の那覇公園終わった後からぐんってまた売れ始めるんで、いい席はなるべくお早めにね、皆様よろしくお願いいたします。ファミリーマートの E プラスなどで買えますのでね、よろしくお願いいたします、ね、詳しいことは FEC のホームページなどに載っておりますので、そちらの方チェックよろしくお願いいたします。そして来週のメガネロックへの木曜ジュングリ、出てくださるゲストは松田オイルでございます。あ同期です。あ松田オイルと、うん、そうこの間みんな一回ちょっとグループラインを作ったんですけど、うん、木曜ジュングリのいっぱいメンバー出るから、うん、この組み合わせちゃんと作らなきゃなと思って、確認してたら、うん、出てくれる若手が6名しかいなかったんですよ。小規模すごい6名しかいないから、もうほぼみんな準レギュラーですよ。あれ何のライン
要はこの、まあ、ここであれですけど毎週ねここで多分業務的な話でもあるんですけどあれちょっと気になったけどとりあえず入った、まあまあまああれですよ単純に、うん、あの月頭に僕があの順繰りのメンバーのその週組を決めるので、うん、今週誰誰誰誰誰誰っていうのを組むのでそのスケジュール確認のあじゃあ今後また呼んでいただけるそうそうそうまたこれ今2週目なのであよかったよかった今後あとじゃあまたちょっと小ネタをそうそうあの新しい会社あの子とどうにか仲良くなって、意外と何が言いたかったのって聞いてきます。いやだから本当にちょっとその続編はよろしく、うん、引き続きよろしくお願いします。すんごいなんかもう自分から言って言ってすっごい暗い顔で去っていったんで。わ絶対なんかあるでしょ絶対これ。なんかあるでしょうね。なんかね、うん、多分揉めたのかなこれ怖いですよね。でそれから私避けてるんで。いやだからこれは本当に申し訳ないですよね。深い何かがあると思います。深い闇があるかもしれないですね。そして、いろいろまだツイッターの方時間ある限り紹介させていただきますけども、うんね、田中猫さん早く聞きたい私も早く聞きたい中田猫さん聞きたいですよ ねそういう何があったかとかみんな気になってるはずよそうだからやっぱねゴシップはみんな大好きですからね、うん、そしてさえさんが沖縄帰りたい今いろんなライブ見に行きたいよと、うんうん、ぜひねお時間の時ぜひ見に来てください、はい、よろしくお願いいたします。そして中田猫さんは米軍基地沖縄公園行くよということで、うんそうあのマジでね米軍基地僕今回音響で入らせていただくんですけどぜひ皆さん見てほしい。これやっぱ何がいいかって絶対 DVD になるんですけど、うんうん、後々生がね絶対もうあの DVD 見ても大半 P が入ってることが、うん、多いのでやっぱり載せれないコントもあるのでね、うん、やっぱそのライブの生の良さを見てもらいたいので、うん、ぜひね、お笑い米軍基地そして明日の、FEC とクワッチーノイズのエンターテインメントライブ、うん、ぜひ明日5時半です夕方17時半からありますので、うん、ぜひ皆さん遊びに来てください、よろしくお願いします。スイッチママさん今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。最後なんか一言ありますか今日の感想。今日聞いたことみんな記憶から消してくださいさあこの後何かもしかしたら帰り際見るかもしれないですからね駐車場にまた行ってみるかもしれないですからね、というわけで今日はこんな感じで以上となっております、はい、また来週お会いしましょう、はい、おやすみなさーい。ありがとうございます。さあありがとうございます。今放送は、無事終了いたしましたが、はい、まだちょっとお時間残ってるのでね、うんうん、こっちツイキャス残りの方でお食事していきたいなと思ってるんですけど、そう読めなかったんですよ、うん、まあまあさんに来てた質問、うん、あなんか言ってましたね。そう忘れてたごめんなさい。ちょっとここで紹介しましょうかね、はい、中田猫さんから来てたんですけど、うんはい、まあまあさんが一番生まれて怖かったことは何ですかっていうのをいただいてるんですよ。霊体験です、ね、とかもうもろもろ含めじゃないですか、ね、ありますよ。あの友達と深夜遅くからドライブに行ってたんですよ仕事終わって、はいはい、昔航空会社で働いてたので、まあ、終わりの遅い時って1時2時とかやられて、結構遅いですね。同期の子とそれこそ那覇空港からじゃ北部までもう道も混んでないし行こうかって運転してたら私が運転してたんですけど、はい、私なんかジュースをこのジュースホルダーに入れなくてお股に挟むことがなんか癖でちっちゃい時からそうペットボトルとかなんかこう挟むこう座ってる時でもなんか何もなければお股に手入れて座るのが好き はい、はい、で飲み物もこう置いて運転するんですよいつも、はい、そしたら突然こう飲み物がふわってこう浮き出したんですよ。挟んでた飲み物がなんか浮いたので、私はてっきり危ないから友達がこう危ないよって気使ってこう危ないよって言ってやってくれたと思ったんですよ。そしたらどうやらなんか私の下からこう手が出てきて飲み物あげてるわけで、友達助手席に乗ってた友達もパッて見て、はい、え私の手は2つちゃんとハンドル掴んでるのに手が出てジュースが上がってきてるっていうのを、この子全然霊感ないんだよ。霊感ない子がこの子もすごい衝撃受けてるわけ。あれ？バッチリ見える。意味がわからないみたいな。2つの手で運転してるのになんか手が出てきてるよみたいな。で、2人が多分ようやくこの状況をはっ？これもしかして幽霊の手みたいになった瞬間また元に戻ったのね。え、これはゆっくり戻るんですか？それともパンって落ちるんですか？このパンどっちかってパンかな。で、あ、怖い怖いと思ってもうこれ以上多分先に行くなって言われてるんだと思って、ドライブをするんだと、ドライブをさ、もう深夜だったのでわと思ったからすぐその場で U ターンして戻ってきました。それがなんか
私だけが体験することってよくあるんですけど、うん、何も普段見ない子も同じものを見たっていうのがめっちゃ怖いと思って今見たよねみたいな見えたよねみたいなこれあれですね、運転してて一番怖い話じゃないですか。怖かった多分この、あ、放送し、一旦終了しよう。これも多分、スタートしてちょっとだけ、ちょっとだけ配信します多分これ一番怖いやつじゃないですか。うん、わあなんか、わかんない、俺帰りちょっと自転車乗るの怖くなりましたサドルから手がいやでも周りに漕いでくれていやでもこれ冷静に今の話考えた時にこのママさんのこのお股からでガッてお化けがね幽霊がこう出すわけじゃないですか、うん、でってことはこのお股のところに幽霊がいるって考えるじゃないですか、うん、でってなるとこうテグってあげてこうちょっと伸びをした時にママさんの一応お股が見えるわけですよね。見えますね。あ、でもズボンだったんです。あ、ズボンだったんだ。ズボンだったんですけど、いや、ちょっとスケベな幽霊かな。さすがにスカートの時は挟まないよ。挟まないですか。たまにでもスカートパランってなったらそのスカートのファってなんか折り目じゃないですけど、まあ、ちょっと空間作ってスポッてやる人いるじゃないですか、うん、いるかもね。あ、それはやらないです。やらない。マカさんそもそもあんまり私スカート着ない。そうそう、見ない。スカートのイメージはないですね。ないよ、稽古場にスカート履いていけないよ。うわ、え、何え、何これ。後ろのガラスに後ろのガラスに確かにいるね、二人。え、ということは俺らの影ってこと。何何、怖い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 。何これ。いやいや、違う怖い怖い怖い。見えましたか。いや、その お化けの番組をもう一回見てみましょうって言うのないからこれ。ないからこれ、怖いから。やっぱあの寄ってくるんでしょうね。いや、怖い。見えるはだから初めましての白馬のガースケさんですか。見えるって来てるんですけど。そう、何怖い。え、なんか映ってたのかな。うわもう、わもうほら出た、こういうのチラリと。おなんか放送チェックしてみましょう。ねえ、怖いねこれ。絶対 YouTube 再生回数上がるパターンですえ、これほんと逆に映っててほしいね。うん、なんかちょっと気になる。そんだけ煽ってて映ってなかった時、来週スプリームさん大変なことになりますからもう冒頭からスプリームさん罵倒しますからね。でさえさんがお分かりいただけただろうか。怖いよ、なんかみんな怖いんだけど。いやもう、あ、もうおばまさんが変な話するからじゃないですか。ねえ、ほんとよ。いろいろ来てますよ。うひょーっていうのも。あ、なに。お、あ、中田猫さんがママさん一日一緒に過ごしたいって。変なの見てもいいですかたまになんかゆたむにするって言われますけど。いやだから怖いんですよね、その、うん、なんかそういう人が気散ったか分かんないけど、ちょっとなんかファって見た時が一番怖い、ね、分かる分かる。私もよく友達に何って言われる時あるから。わぁ、何、何これ。二人じゃない。二人じゃないな、骸骨じゃない。え、骸骨映ってんの。え、死神。いやいやいや、いやこれ、あー違う。いや、骸骨じゃないって言った後にシュプリームさん、まあまあさん一晩中抱きたいじゃないこれはこんな感じ。これはすごい。スプリームさんって男性ですか。男性です。あ、男性なんだ。俺とまさんから冷静に旗だよって返してきた。え、旗。 あ、これこれ反射して。あ、反射してその旗が骸骨に見えるっていう。あ、なるほどね。ちょっとスケル骸骨っていうかスケルトンみたいな。てかうちらも焦りすぎだよね。ニコちゃんマークって。あ、そういうことか。ちょっと人の顔っぽかった。に見えてってことか。よかった。いやもう中田猫さんコラって来てますよ。よかったわ。でも本当よかったです。何でもなくて。うん、本当に。ああ、よかった。やっぱびっくりした。自分が言う分には怖くないけど、人から聞く話は怖いですね。なんか。人づてというか、こういうことになると。そう。え、いるのみたいな。でも絶対そうなった場合、まあまあさんのせいみたいになりますよ。なっちゃう。私だって今、私が引き寄せたのかな。なんかもう、こういう話しない子とか思ったもん一緒に。いやでもまた、まあまあさんの出る回は多分次、夏じゃないですか。多分7月半ば。がっつりあの、幽霊やりますか。夏ですからね。怖い話でもやりますか、がっつり。でも怖い。ね、ちょっとそういうのもやってみますか、がっつりね。そうですね。なんでまたぜひ次回出ていただいて、はい、よろしくお願いします。ということで、今日の収録じゃねえ、これ配信は、はい、終了となります、はい。本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。またね、おやすみなさい。よいしょ。